どうも山村です。今週はちょっととんでもない週ですね。今ですね、3月の20日水曜日、午後10時6分でございますけれども、本当にさ、ここ数日ね、この時間帯めっちゃ忙しいというか、もう計らずも忙しいわけですよ。なんでかっていうと、アップルさんが新製品出すからなんですよ。ね、おととい iPad Air と iPad Mini、はい、アップデートされました。で、昨日ね、動画作んなかったけど、まあ作ってないけど、iMac と iMac Pro がもうアップデートされてんのよ。まあ中身はね、結構、まあそれについても喋りたい部分は結構あるんだけど、で、3日目ですよ。もう20日、今日何が来たかと言いますと、新型の AirPods。みんなが待ち望み続けたこの AirPods、このタイミングで、何の前振りもなく、一連の、まあ新製品の、まあリリース、サイレントリリースの中から出てきちゃいましたよ。なんだなと、もっともったいぶれよ、という感じであるわけですけども、しょうがないんで、もう本当にしょうがないんでチェックしていきましょう。はい、というわけで、こういう感じでですね、さらに魔法に近づきましたという感じで、新型の AirPods リリースされております。ポイントは主に2つです。1個はですね、ケース側の話、まあ前々から、まあ、予告はされてたんですけども、ワイヤレスチャージングケースっつって、こういうね、これアンカーの、まあ、チー充電パッドですけど、こういうワイヤレス充電パッド上にこうやってポンって置くことによって、これ僕のAirPods 赤いやつですけど、これポンって置くことによって、チャージできるようになったっていう、そういうワイヤレスチャージングケースが、新しく出たと。で、それに伴って、ワイヤレスでチャージできるようになったケースだけでも売ってます。ケース単体でも、まあ、売っているので、古い方の、AirPods の中身ですね。中身を新しいケースの方で、まあ、充電するということもできるらしいと。さらに言うと、一応ワイヤレスがついてない方のチャージケースですねを含んだ AirPods っていうものもまだ売られてます。こういう感じで3パターンあるわけですよね。 AirPods with ワイヤレスチャージングケース、 AirPods がついていてケースがワイヤレスのもので、もう一個が AirPods with チャージングケース、これは AirPods がついていてワイヤレスじゃないケースがついているというもの。そして、ワイヤレスチャージングケースと、これは、ワイヤレスのチャージングケースだけを売っているという感じですね。で、それぞれ AirPods with ワイヤレスチャージングケースがですね、22,800円で、 AirPods with チャージングケースが17,800円、ワイヤレスチャージングケースが8,800円というわけで高いと。この真ん中の AirPods with チャージングケースというのはですね、要はですね、中身だけ、中の AirPods だけが多分変わってんじゃないかなという感じです。で、どこが変わってるかっていうと、こっちに来るわけで、今回からですね、一応 Hey Siri が手ぶらでできるようになりました。今まではこう Siri をね、ショートカットで登録してダブルタップとかで、まあ使っていた Siri の機能っていうものが、声だけで Hey Siri でいけるようになったということみたいですと。それに伴って入ってるチップが、前はですね、W1 チップってやつが入ってたわけですけども、今回からは H1 ヘッドフォンチップっていうのに変わってまして、まあ、デバイスの接続が早くなったりとか、まあ、さらに安定したりとか、切り替えが早くなった、通話の持続は 1.5 倍高速になって、Siri も起動できる、ゲームをやった時のレイテンシーですね、遅延も 30% 低減したということみたいなので、まあ、中のチップが変わって、で、そのワイヤレスの体験とか、その接続の部分というものが、まあ、良くなりましたよということみたいです。まあ防水とかね、ノイキャンとか特についてる様子はないです。で、バッテリー持ちはですね、依然として同じような感じですね。24時間、ケース含めて24時間、で単体で5時間。マイナーアップデートってわけではないんですけど、でもそんなにまあ変わったっていうわけでもないと。まあケースの部分が一番大きいですかね。で、中身のチップもまあ入れ替えてですね、一個、いいものにして、まあさらにいい体験にしましたよということみたいなんですけれども、さっきも言ったようにですね、値段がですね、ワイヤレスじゃないチャージケースでも17,800円と。だからちょっとだけ、多分1000円ぐらいかな、値上げしてるんですよね。あのチップ変わったことによって、ワイヤレスチャージングケースがつくと、これにプラス5000円なわけですよ。だから、チー充電ケースに、まあ、5000円払うことになるというのが、まあ、価格設定の、まあ、中身のようです。で、まあ、これをどう捉えるかっていうのは、なかなか難しいところですよね。僕こちら、赤く塗ってもう綺麗に使っている僕の AirPods ですけども、丸2年かな、もうほぼ丸2年ぐらい使ってるんですね、ほぼ毎日。でですね、最近結構もうこいつのですね、バッテリー寿命が来てるなーっていうことを結構感じます。昔に比べると、まあ、単体でもケース付きでも、その充電のこう持ちというか、バッテリー持ちがまあ結構悪くなってる感じがする。バッテリー切れに遭遇することが前よりも圧倒的に増えました。これぐらいの小さい、まあ、バッテリーを含む、デバイスを、まあ、2年も使っていれば、まあ、当然バッテリー下手ってきて、その持続時間も短くなってくるというのがもう割となんか見えてきましたよね。まあそれぐらいヘビーに AirPods 使えるってことでもあるんですけど、ということはね、どういうことかっていうと、
今こういう iPhone にも iPad にもヘッドホンジャックないわけですよ。だからまあ音楽聴こうと思ったら、まあ、無線のものをまあ買うのがまあ普通になってきてるという感じで、でもこの大きさのバッテリー2年使えばへたるわけですよね、こう実際問題として。じゃあ2年に1回2万3000円もするワイヤレスイヤホンを僕たち買い続けなきゃいけないのかっていう話にもなってくるかなっていうみたいなことは結構思っちゃうんですよね、僕なんか。まあ買ったんですけど、もうこれもそろそろ買い替えようかなと思った時期だったので、まあ買ったんですけど正直僕はこのライフスタイル、この消費体験っていうものにね、だんだんこう快適になってきている。まあ買うんだけどね、もう毎年毎年さ、まあさすがに iPhone 毎年買い替える必要もなくなってきたしね、 iPad 毎年買う必要もないわけですけども、こういうとこはこう地味にこう使い続けるわけですよ。音楽聴きたいしね、いろんな場面で必要になってくるし、まあ使っちゃうわけですよ。使っちゃうってことは必要になってくるわけで、買わざるを得なくなってきたりするわけですよね。まあもちろん AirPods すごくいい製品だから使いたいんですよ、すごく使いたくなっちゃってんの。でもこうこの製品から恩恵を受け続けるためには2年に1回2万円払わなきゃいけないわけですよね。今まで僕たちがさやってきたさ、じゃあイヤホン1回買って、まあ断線とかしなければまあ一応それは永久に使い続けられるわけじゃないですか、寿命はあれど。そういうことを考えるとさ、例えば2万円のイヤホンってそうそう壊れなかったわけですよ、有線のものは。ただこう必然的に使えば使うほどこいつは買い足さなきゃいけないわけですよね。なんかそれって一消費者としては結構しんどいよねっていうことも最近は感じますけれども。というわけでですね、僕はもうこの AirPods with Wireless Charging Case を注文して、3月の26から28の間に届くっていう話なんですけれども、まあいろんな理由から僕はこれはもう買わざるを得ないというか、もう買ってもやってみると分かんないし。はい、というわけで皆さん、このアップデート、そしてこの価格設定どう感じますか？アップデートの内容はまあそんなに急いで飛びつかなければいけないものではないと思います。で、価格設定の方なんですよね、僕みたいにヘビーにさ旧 AirPods、 1個前の AirPods 使いまくってる人って、まあ使い続けたいっていう気持ちが強い人も多いと思うんですよ。その中で出てきたこの AirPods 17,800 円と 22,800 円、さあこの価格設定結構僕たちにとって安くないよね、こう厳しいものあるよね。だからさ、このビジネスモデル、アップルサイドとしてはまあうまいことやってるわけではあるんですけど、ただこうじゃあイヤホンっていうものはもう消耗品になってしまったんでしょうかね。はい、というわけで、新しい AirPods 見てきたわけですけれども、一説によるとですね、25日にある、まあ、アップルのスペシャルイベントまでに、まあ、毎日新製品投入していくんじゃないかみたいなことも言われてますよね。新しい iPod Touch とか、まああと何来るの、 MacBook Pro とか MacBook Air とかわかんないけどね。いや本当にもう勘弁してくれよ、財布がね追いつかない本当に。というわけでですね、まあどうなってくるかわかんないんですけども、今回ねちょっといろんな新製品出てきてて、アップル先生僕たちを楽しませてくれる一方、いろんなこう思いがこう駆け巡る一連のアップデートでございますよ。まあちょっとウォッチしていきましょうみんなで。というわけで、まあ今日はこのところにしておきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。